あ、お疲れ様。外寒かったでしょう。大丈夫風邪とかひいてない最近は日によって寒暖差が激しいから、体調管理は気をつけないとね。人間、健康が一番なんだから。そんなこと言って、雨の日にワイシャツのまま外回りして、熱出して寝込んじゃったのはどこの誰だったかな もう、頑張り屋さんなのはいいけど、無理しすぎちゃうのは君の悪い癖だよ。こういう時期だし、いつも以上に自分を可愛がってあげないと。ね。そろそろ定時だし、日報を書き上がったらもう上がっていいよ。ここ最近残業多いし、たまには早めに帰ってのんびりしたらあれ、そうなの わあ、課長も人遣い荒いなー明日使う資料ならもっと早く言ってくれればいいのにね。それをこの時間に言われるなんて、君も災難だね。うーん。うん。じゃあ私も手伝ってあげるよ。ちょうど仕事も一段落したところだし、これから帰ろうと思ってたしね。<laughs> いいのいいの、気にしないで。 私が好きで言い出したことだしさ。かえって何か予定があるわけでもないし。それに、後輩ばっかりに無理させるのって先輩らしくないもんね。たまには先輩らしいことさせてほしいな。そうでなくても君には色い々ろいろと借りもあるしね。さっきは偉そうなこと言ったけど、君の頑張り屋さんのおかげで助かってるのは事実だし。だから、たまにはお返ししないとね。 それとも、迷惑だったりするうん、じゃあ決まり。私がデータ整理しとくから、君は先に、今日の日報を書いちゃいなよ。大丈夫、先輩に任せなさい。さ、もうあたりも暗くなっちゃってるし、早いとこ終わらせてさっさと帰ろう。うーん。はぁ、あ。 ちょっと終わったー。時間はー。ああ、もうこんな時間。いやー思ったより時間かかっちゃったねー。でも、これで明日君が怒られることもなくなったかな。ふふ、どう少しは役に立った。あ、そう <laughs> いや嫌だな。なんか素直にそう言われると言い出したこっちが照れちゃうよ。でもまあ、嫌な気持ちはしないから、もっと褒めてくれてもいいよ。ほれほれ。んどうしたのあれ嘘マジあ、<笑><笑>ごめん。自分で作ってたからついつい自分の名前にしちゃってたよ。そこ君の名前にしとかなきゃいけないのにね。 ふーん、<laughs> なんだか締まらないなせっかく今日はかっこいい先輩で終われそうだったのになあ、はあ、えあ <laughs> なになに、もう。今日はなんだかたくさん褒めてくれるね。そんなに大したことしてないのに。ふーん、それもさっき言った通りだよ。君だってよく私の仕事手伝ってくれるし。 私も、君の力になりたいの。だから、こんなことで良ければこれからも気軽に言ってね。だって私たちは、うん、友達だもん。んうん、そう、友達。<laughs> だってなんかこう、私たちって先輩後輩って感じがしなくないなんだかんだこうやって一緒にいることも多いし。 かれこれも結構な付き合いにもなるし、最近ランチの時とかも、君が今日何食べたい気分かわかるようになってきたんだよそう思ったらもう、私にとって君って、ただの会社の後輩じゃないんだなって、最近よく思うようになったの。だから、君も私のことを、そういう風に思ってくれたら嬉しいなって。ダメ迷惑 <laughs> そうじゃあ、例えばだけど、独占とか、しちゃってもいい <laughs> だってさ、大好きな友達が他の人と仲良くしてるところを見るのって嫌じゃん私よりその人といる方が楽しいのかなとか、私よりその人の方が好きなのかなとか、考えるだけで嫌な気持ちになるよだから、 どうせだったら君のことを私だけのものにしたいっていうか、君の仲良し、私だけでいいかなって。私はそう思うんだけど、君はどうやっぱり重たいって思う私とはそこまでの友達にはなれそうにない <laughs> 嘘嘘。なんでもないよ。さて、もう修正箇所もなさそうかな。 それならいい加減そろそろ帰ろっか。明日も仕事だしね。君ってここから40分くらいだっけそれだと、帰ってお風呂入って寝たら、あっという間に朝だよね。ちなみに、うちってここから10分あるかないかくらいのところにあるんだけど、さ。今日くらい泊まっていきなよ。明日の朝もゆっくりできるし、とか、私が言ったら。 どう思うなーんて、ちょっとしつこいか。<laughs> ごめんね。